荒尾川神社は、宮城県大崎市鳴子温泉郷の鬼神戸温泉に、ある神社である。旧社家具は孫社。玉造り軍、縁起式式内社三座のうちの一座。こういう川は、江合川の別称である。双剣は不詳である。荒尾岳には、雄石、メス石という二つの大石があり、その下から、こういう川の源泉となる水が湧き出ているという。その大石を、 大物意味石、大物意味神と呼称し、社殿を建てて祀ったと伝わる。社殿や遺書によれば、元は、こういう過信者と称し、荒尾岳の水神峠付近に江合川の水源があり、そこに社殿を設けて、こういう川の水への意形の念を込めて水神である、大物意味神を放祭したという。荒尾川流域にも、大物意味神の神霊を祀る三十六箇所の神社が、建てられた。 その後もハグロハ主元の道場となったが、時代と共に後輩したため、明治5年に現在の鎮座地へ潜座した。岩出山池月の高川神社に対して奥宮と呼ばれる。荒尾川神社拝殿南側に境内者である、朱銘神社が鎮座している。祭人として、明治天皇の御両場である、金華三号を祀る。金華三号は、明治2年鬼神戸の生まれで、 幼名は、貴重、栗毛のオス馬だった。明治9年の明治天皇の大口法巡行の際、天皇の目に泊まり御両馬に召し上げられ、金貨三号に改名した。金貨三号は、境内の説明によると、など、いかに優れた馬であったかを伝える逸話が残されている。明治28年に、金貨三号は老衰で死去した。金華三号を特に寵愛した、明治天皇の意向により、 白製にされ、聖徳記念絵画館に安置されている。明治24年に、当時の射手の平であった高橋正樹が、北起人となり、皇居外苑の楠木正茂像の馬の部分を、制作した、初代、後藤貞之が、金華三号の木造制作の依頼を受け、明治34年に、欅材を用いて、等身大の金華三号の木造を、鬼神戸温泉で制作した。 その年の東北特別大演習の際に展覧に、供され、その後、荒尾川神社、奥の宮の境内者として建てられた、朱銘神社の神体として収められた。神体である、金華三号の木像は、毎年9月9日10日に行われる霊祭の時だけ開帳される。平時も、拝殿のガラス扉越しに見ることができ、扉の横のボタンを押せば、蒸気の音声説明とともに、 配電のライトがつく。金華山,山参照。ありがとうございます。